はい、おはようございます。キャプテン浩二です。本日の、今日、ただいまの日時は、2019年、5月の25日、土曜日、朝の9時36分になります。はい、こんな感じですね。ちょっと時計の方は進んでおりますね。そしてね、まあ土曜日の朝ですけども、ちょっとね、パソコンでいい情報が入ったので、ちょっと皆さんにお伝えしようと思っております。それは、僕はいつも使ってるね、ソースネクストというサイトですけども、これの僕会員になって、いろいろね、買ってるわけなんですけどもね、ちょっとね、いい情報が入ったと思うので、僕なりのね、僕としてはいい情報が入ってきたので、ちょっと皆さんにお伝えします。ソースネクストというのはね、パソコン関連のね、ソフトとかね、いろいろ売っておりまして、会員になればね、購入してね、会員になればね、メールでね、送ってきます。メールでお知らせが来ます。消費のね。そして、今ね、メール見てたらね、こういったね、内蔵 HDD 変換ケースね、SSD に変換する。パソコンにはね、HDD というのが入ってると思うんですけども、今ね、今の方はもう SSD が主流になりつつありますけれども、僕はね、2、3年前に、数年前に買ったね、パソコンなので、HDD ですね。で、SSD に変換する、簡単に変換ができるということなんですね。8980円出せばね、こういった変換のね、ものが送られてきて、変換できると。そして、まあ、視聴者さんの中にもね、SSD に変換 したいけども、業者に頼んだら、かなり高いので、自分で買いたいけども、どうしていいかわからないという人は、こういったね、8980円で、まずステップとしては、ソフトウェアをパソコンにインストールして、ソフトウェアを使用して、パソコンからコピー。コピーすればもう、あとは、HDD とHDD ね、ハードディスクと、この、コピーした SSD を入れ替えれば、もう簡単に使えるということで、これはですね、なかなかいいのではないかと思いますね。こんなにね、簡単にできるということでね。そしてね、取り出したハードディスクですけども、これも使用ができるんですね。まだ容量があるんでね、壊れてなければ、ケースに入れてね、ケースに入れて、再利用というかね、利用ができますので、いいと思います。で、データアクセス、SSD にしたらね、データのアクセス時間が大幅に短縮します。そして、まあ、容量もね、最近の SSD は480とかね、大きめのやつが出てますんで、いいと思います。変換スペーサーで安定した取り付け可能。ということなんですよね。それで SSD は別に買わんといけんのかなと思いますけども、やっぱりね、
付属してるんかな、これ分かりませんけどもね。変換ケース付き SSD、 これ1台で、SSD は付いてるんかな、付いてないんかな、分かりませんね。ついてると思いますが、 ESD、 ちょっと待ってね、別売かな、ちょっと分かりませんね。カートに入れるって書いてるんでね、 SSD やね。これどうやって購入したらいいんや。あ、これ SSD がついてるのかな、2個セットとか書いてるね。 2個もいらないけどね。SSD 付きが4900、 SSD か。ちょっと分かりませんけどもね。こんな感じでね。あ、これやね。SS、乾燥 SSD。SSD2 個。SSD がついての価格みたいですね。だからこの SSD はちょっと待ってね、SSD はこれか、240GB480960ということです。ノートパソコン用のね SSD みたいです。はい、そんな感じでね、まあちょっとね、8980円ではちょっと安いかもしれない。ああ、ここ書いてある、 2.5インチの 240GB の SSD がついて8980円ですかね、ということです。はい、そしてこっちは詳しく書いてないんでね、ちょっと分かりにくいんですが、あ、こっちはね、480GB を買う場合の SSD を買った場合は、14,980円と。まあ、SSD はね、Amazon でもね、買えますんでね。960GB が、はぁ、すごいね。送料450円の、これが 23,980 円。そこまで大きいのはいらないと思いますね。だからこの240でもいいと思いますけどね。うん。わかりませんが、その辺はね、しっかりね、調べてください。ということで、とにかくね、8980円のやつをちょっと試してみようかなと思ってます。まあ、期間限定です。5月19日から5月27日まで、あと62時間と14分ということなんで、まあね、こういうのもあるということでの紹介でした。それではね、動画はここで一旦締めます。この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。面白くなければもうこのままスルーしていただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。